ックバッテラー罠万能だなたまに自分でやってきたんですか、ね、あ、なんだなんだ、ちょいちょいあ、終わりましたね今です、うん、剥ぎ取るのねよし、剥ぎ取り、防御だ防御おいしいね。やばこのノイズ、俺あ、俺じゃないんだよ。ふぅ、あ、これおじくと来るんだよね。やっと倒したと思ったらまた来るっていうね。そうっすね。条件的にはまあいいのか悪いのか分かんないけど。え。あ、落ちた。どこだった？ここか。どっからこのランダムで始まるのかちょいちょいやえ、なんでそんな槍でそんな一発二発で仕留めれてるんですかふう落ち着いたと思ったらお腹がすいマジか水を飲まないとこれ水を飲まない。なんかブヨブヨしてる体が。三宅さんって斧ってさっきの斧ですか斧はい、飛行機の中にとってこれですかこれですか一生の一生の了解ですじゃあちょっといい斧いい斧を探してきますね今度は、はい丸手が9発で切れるやつ。いい斧欲しいね。ちょっと、了解です。旅に。よろしく。はい。洞窟に見つけたら、一緒に来てほしいんですよ。敵を殲滅しないと危ないんで、それぞれ。一応。はい、お願いしまーす。緑のフラグは、洞窟なんで。
拾えない。何個拾うの ?20 個。少ないから。なんか全部取っとこう。で、さあ、ブーツ。あ、間違えた。
水筒も欲しいな。水筒、はい、何回もできるけど、間違う。岩袋もめっちゃ欲しい。矢ずつ、あれ、鶏じゃなくて、ウサギか。スピード欲しいな。ウサギはもういらんな。聞こえますか？はい、あの斧の洞窟探してたら、あの、はい、刀のある洞窟見つけたんですけど、行きませんか？あ、行きたいな。あれ必須ですよね。必須だ。
それはちょっと飲み物か、青いプラスチック立てたんで、また。これ今襲われてて。はい。もう、すぐ近くまで来てます。え、来た。やばい、バグってる。なんか地形が見えるね。あ、もう来てますね。来ましたよ。なんか、普通が見えるんですよね。バズるんですよね、なんか。これダメなやつだな、多分。たまにバグっちゃうんですよね。ダメだ。敵は敵見えるし、やば。ちょっともう一回登り直しますね。あ、一番上まで来たし、謎。謎すぎなの。どうなってるんですか？ただ打てる。かね。これも、ちゃっかり。なんかバグる。重なんないかな。ちょっと待ってください。敵は結構いると思うんで。違う、なんかないかな。あ、治った。ここずっと左沿いですね。敵いたかな？私覚えてない。敵いたような、いなかったような。そうな感じはするけど。いるかな、これ。いなかったような気がするんだけどな。ああ、いないっすね。オッケー。刀ですね。ありがたいな。爆発物の材料がこんなに。普通敵なくてこれ楽ですよね。強い武器の割には敵がいないですよね、ここまでのルート。はい、いいですね。まあ僕はまあ、刀持っててもすぐ死ぬんですけどね。まあ俺もあれだ、防具が切れるまでは。
さあ、上に帰ってセーブしますか、とりあえず。懐中電灯見えるから、やった。え、出来あった、マジっすか、どこやった、懐中電灯が、あった。ジュースって落ちてないですよ、みんな拾えるのか、懐中電灯、懐中電灯欲しいな、取ったかな、あ、取ってる、あざーす、帰り道やってわかんないけど、あ、マップ見ればいいのか、マップ取ったんですよね、こっちですよね、こっちですよね、先輩、多分そうかもしれない、わからん、まだ、あー、こっちですよ、あ、オッケーオッケー、こんなとこ通りましたっけ、あ、通りました、あ、誰かちゃんと目印つけてるんで、目印つけてる、ありがとう、おっすーぞやばい、俺みたいな迷子には行ってきてくれない、すげえ、あ、ここ降りる、何でそんなかっけたの、すごい落ちますよ、で、登る、どこでしたっけ、めっちゃ出てきてる、あった、ここ、ここにじゃあ、よかった、これだけ置いてきますよ、作りたての、クルマークをたどれば、タイに行けると。もはや作らない。ダメですか？いいんじゃないですか。必要なくなったら消してください。はいはい。了解です。でもあまり勝手に作らない。ああ、必要と思ってる、ここに刀の孤独をってことは覚えてない、近くに斧って、斧の洞窟なんか違う。